サンロレンツォ聖堂は、セーラウレンティウスに捧げられたフィレンツェ歴史地区に位置する、最も古い教会の一つに数えられる。この付近には、サンロレンツォ市場がある。コディチェレスタイチに描かれた15世紀のサンロレンツォ聖堂サンロレンツォ聖堂は、伝統的に4世紀頃にあるの川の支流、ムニョーネ川付近の丘の上に、ユダヤ系の婦人ジュリアーナの寄附のおかげで設立されたと、 考えられている。すでに三百九十三年には、聖アンブロシウスと、聖座の帯隣席の元自治都市フィレンツェの死教座大聖堂として、純教聖人ラウレンティウスに封建された。当時、大多数の初期キリスト教教会と同様に、この地域は、死壁の外に位置していた。三百年間にわたって、サンロレンツォ聖堂は、フィレンツェ大聖堂として用いられたが、その後、 フィレンツェ司教聖座の帯の意外がサンタ・レパラータ教会へとおごそかに遺憾されるとともにサンタ・レパラータ教会へとその地位を譲った。サンロレンツオ聖堂の付近にはトスカーナ女白マティルデ・ディカノスサの住居があったようである。ブルゴーニュのゼラール司教がニコラウス二世の名で教皇となった際に教会の拡張工事が行われ、1059年に再度性別された。この機会に 司教座聖堂参事会集会所が建設されるとともに、教会の脇に回廊が建設されることとなった。15世紀初めに司教座聖堂参事会員は、聖堂のさらなる拡張を決定したものの、拡張工事は、初めのうち大変ゆっくりと進行した。1418年に、修道院長マッテオドルフィには、教会の浴廊を拡張するため、 いくつかの住宅を取り壊す許可を都市成長から得ている。そして1421年8月10日、同院長は拡張工事の開始を祝福するための式典を取り行った。この拡張工事に財政的支援を行った出資者の中には、この地域に住んでいた極めて裕福な銀行家、ジョバンニデヴッチでメディチがおり、おそらく彼が建築家を制拠したと考えられている。 その建築家とは、すでに、ジョバンニ・デメディチのためレイハイドを建設していた、フィリッポ・ブルネンレスキである。教会堂の再建計画は1421年、ドルフィーニの死後に、ようやく延熟し、ブルネンレスキの関与は、一般的に同年以降のことであったと、考えられている。制御室が1428年に完成した、一方で、教会の再建工事はなかなか進展しなかった。 1441年以降、ジョバンニの息子、小島でメディチがこの計画を進めることになったが、それでも断続的に行われるにとどまった。この時期にメディチ宮殿を手掛け、もはや年老いたブルネッテスキが開始した数々の建築工事の後を引き継いでいた若き建築家ミケロッツォにサン・ロレンツォ制度の再建工事も引き継がれたものと考えられている。 1457年からアントニオ・マネッティ・チャッケリが工事を指揮し、ほとんどの工事が完成した1461年に主祭団が性別された。それから3年後に没したコジモデ・メディチは主祭団の真下に位置する地下聖堂に埋葬された。以来、サン・ロレンツォ聖堂はメディチ家出身者の埋葬の場となり、家柄が断絶するまで歴代のトスカーナ大公も皆、 この場所に埋葬されることとなる。この監修は、メディチ家の後、トスカーナ大公を継いだ、ロレーナ家の聖員にも引き継がれた。サンロレンツオ聖堂のファサードサンロレンツオ聖堂のファサードは、未完のまま残されている。メディチ家出身の教皇レオ10世は、ファサード計画のためコンクールを開催し、これには、ラッファエロや、ジュリアーノ・ダ・サンガロなど偉大な芸術家たちが参加し、 最終的に1518年ミケランジェロにこの仕事を与えた。ミケランジェロは木製の模型を作ったものの完成するには至らなかった。教皇レオ10世はさらに若くして亡くなった老いであるウルビーノ公ロレンツォ1519年没と弟ヌムール公ジュリアーノ1516年没の母廟を設置するため、 神聖物質を建設するようミケランジェロに依頼した。神聖物質は、ロレンツォ・ゴーカ王とその弟、ジュリアーノの墓も含める形で完成された。メディチケ出身のもう一人の教皇クレメンス7世も、また、ミケランジェロに、ラウレンツェアーナ図書館の建設を依頼することにより、サン・ロレンツォ聖堂の拡張に寄与した。主祭団の背後に位置する広大なる、君主の礼拝堂は、 トスカーナ大公フェルディナンド一世でメディチの時代に開始された建築計画である。メディチ家はメディチ家最後の末裔アンナマリア・ルイーザ・デ・メディチが1734年に没した時にもまだこの礼拝堂の支払いを終えていなかった。小さな首脳はフェルディナンド・ルチェリの建設になり1740年に遡る。メディチ家の末裔アンナマリアは サン・ロレンツォ・聖堂における最後の重要な作品を注文した。すなわち、画家・ヴィンチェンツォ・メウッチにフィレンツェの守護聖人たちの栄光をクーポラに描かせたのである。これにより、聖火体積を彩っていたポントルモのフレスコ画は失われた。聖堂の右神道に並ぶ、礼拝堂には以下のような作品が奉納されている。第一礼拝堂。 ヤコポーダ・エンポリセス・セバスティアヌスの準教第2、礼拝堂、マニエリスムの画家、ロッソ・フィオレンティーノの傑作聖母、マリアの結婚第3礼拝堂、ニッコロ・ラーピセーラウレンティウスと煉獄の魂第4礼拝堂、ミケーデ・ディリドル・フィデル・ギルランダを聖母・秘書典第5礼拝堂、特筆すべき、作品なし第6礼拝堂、ジローラモ・マッキエッィ東宝さん博士礼拝第7、 礼拝堂、特筆すべき、作品なしを苦労に接する壁面には、デジテリオダセッティニャーノによる、生体容器が設置されている。この前面には、ドナテロによる、後期作品の傑作復活の説教壇が、受難の説教壇と体をなす形で設置されている。聖堂左神動の主祭壇に、最も近い礼拝堂は、聖コスマとダミアーノの礼拝堂をもしくは、聖異物礼拝堂と呼ばれ、 聖堂に寄贈された数々の聖遺物が収める木製の戸棚が置かれている。祭壇には14世紀に製作された聖母子像が掲げられている。聖遺物礼拝堂の隣に位置するマルテッリ家の礼拝堂には地下聖堂に眠る彫刻ドナテロに捧げられた記念碑に加え2点の重要なルネサンス期の作品が置かれている。すなわちドナテロの手になるマルテッリ家の石棺と フィリッポリッピによる祭壇がマルテッリ家の受胎告知である。左神道の翼廊に近い壁面はメディチ家の宮廷肖像画家として名を馳せたアーニョロブロンズイーノによる後期作品聖ラウレンテウスの殉教を表す大きなフレスコ画で飾られている。このフレスコ画の正面にはドナテロによる受難の説教譚が設置されている。メディチ家礼拝堂の入り口はサンロレンツォ聖堂の裏手にある 別の入場口から入る。ありがとうございます。